どうした？え、あ、いや、おかしな友也だな。余計なことは考えるんじゃなかった。友よ、俺を助けてくれ。トモヤ。え、ああ、起きてたのか。どうしようもないんだ。俺はまたお前を泣かせてしまうかもしれない。うん、きっと泣くだろうな。今までにないくらい泣くだろう。けど信じている。もう失わない。お前のくれた強さは失わない。友や、私の中にいるお前が私を強くしてくれるんだ。お前の中にいる私はお前を強くしてくれるか。うん、お前は覚えていないかもしれないが、前に約束したんだ。今度は恋人のキスをすると。え、ほらこっちを向いてくれ。ああ、お前にはファーストキスになるのか。何度目だろうな、トモヤのファーストキスを奪うのは。なあ、俺の方からしていいか。カッコつかないだろ、このままじゃ。そうだな。じゃあ頼む。トモヤ。うん。はあ。少し汗ばんでるな。バカ、女の子にそんなことを言うな。相変わらずトモヤはデリカシーに欠けているな。トモヤはやっぱりトモヤだ。なんだ今さら。そうだな、確かに今さらだな。長い3年間だった。それも明日で終わる。そうだな。心臓の音がする。トモヤの音も聞こえてくる。Thank you.
もう大丈夫だよな。ん？3年という時間、こんな長くて苦しい逆境さえ乗り越えてしまうんだから、この先何があっても大丈夫だよな。そっか、そうだよな。やっぱりお前はすごいやつなんだな。これから先どんなことがあっても迷わず進め。お前ならそれができると思うからな、トモヤ。恥ずかしいけど今のうちに言っておくな。俺たちの愛は頑張って。